ファイナルファンタジー16続きやっていきましょうということで、もう出歩いていいのかい？シドと話すところからだね。出歩くよ。いやー、前回衝撃的なね、自分が火のドミナントだったというところからだね。死んだと思ったわ。ひでえ面だな、クライブ。ああ、裸じゃないのがせめてもの救いか。どうも。黙れ。言い返す気力が残ってるならそれでいい。まあそうやね。これからガブと合流する。はい。奴が誰を探してるのか忘れたわけじゃないだろう。それはガブね。お前がへばってる間に奴から知らせが来た。はい。火のドミナントに関して何かしら動きがあったようだ。お前のためにガブは危ない橋を渡ってる。関係ないとは言わせねえぞ。でも火のドミナントって自分じゃなかったの？キングスフォールだ。支度をしたらすぐに出るからな。あ、ちゃう？そういうわけじゃない。とりあえずあれか。弟を殺したのが自分だった。火のドミナントはまた別？合流場所はキングスフォール。キングスフォールね。支度をしたらすぐに出るからな。そうか。支度っていうとなんかいろいろできるんだよね。あ、これトレーニングはいいや。装備とかだよね。何か入りようかい。いい品が揃ってるよ。いや、特になくね。これか。お金は1万もある。あ、これ装備してくのよくない？35、36。うん。で、いい気がするわ。いい選択だ。踏みにつける。で、これも身につける。はい。防御力112。じゃあね。で、プラスして何か用か。ここでなんか強化できないかな。これが欲しい。ストームクライ135。強化は？あ、こんだけあるの。ブロードソードプラス1。こっちのが良くない？ストームくらいでいいじゃん。こいつなら敵なしだ。はい。184になった。あとは特にないかな。またな。攻撃力、防御力、HP も上がったし、まあいいでしょう。で、鍵マークがついてるところはもうまだいけないから、とりあえずこれでいっか。ワールドマップからキングスフォールに入ると。じゃあ、こっから行こうか。さあ。ワールドマップ移動して、キングスフォール。ここか。はい。行ってみよう。いや、ちょっと楽しみだな。装備が強くなってるから。なんかでも戦闘で苦戦するようなことあんまなさそうな気がするわ。この道も昔は人が行き来してたが、黒の一帯が迫ってこのざまだ。誰も寄りつかなくなっちまった。俺の知ってる抜け道の一つさ。あんなにズタボロだったのにもうなんともないよな。すごい治癒力だな。
いつまでふぬけてる気だ。だが、もう考えてみろ、クライブ。俺たちはまだ。ん？なんだ？ザンブレクの呼び声だ。近くの砦は唐の昔に放棄されたはず。続きは後にしよう。俺は奴らの様子を探ってくる。お前はガブと合流しろ。いや、俺は。いいか、頼んだぞ。まあ、とりあえず従うしかないんじゃねえか。な。トルガルもいるしな、一応。お、装備が変わってる。それぞれの思い。火のドミナントは俺だったのに。そうだよね。謝らなければ。ああ。え、これこのまま下降りるってこと？うわ、敵がいるのか。行ってみようか。任せなさい。は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 い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 。毒攻撃とか使ってきそうじゃない？オッケーよ。2、3、お前邪魔だ。1、2、3、4。オッケー。あ、何？あ、また変な敵が来たってこと？はい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 。オッケー。いいね。オッケー。2、3、4。よし、オッケー。じゃない？このフェニックスにして、 OK、 倒した。レベル18。そんで、ガブと合流する。おっと、なんかいるか。ガブを助けるのか、いきなり。おっと、でけえ。でかいけど、まあ、大丈夫しよう。避けを使っていけば全然余裕。おっと、危ない。めっちゃ食らったな。あ、間違えた。ちょっと待って。こうか。2、3、4。はい。それ食らうの？しょうがねえ。あ、はい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 。オッケーオッケーオッケー。前をちゃんと見よう。ちょっと待ってよ。1、2、3、4。はい。オッケー、避けて。こうね。ちゃんと避けてるつもりなんだけどな。ちょっとタイミングが合わないね。オッケー、テイクダウン入れる。当たんのかそれ。ちょっと待ってよ。
オッケー。それ当たんの？しょうがねえな。あー、いかん。ちょっと避けるの下手すぎん？オッケー。ここはね、二度目のテイクダウンを入れていく。まあいいんじゃないのかな。よいオゲイオゲイ。オゲイ倒した。エネミー3。え、これで1200円ぐらいもらえるの？でけえな。まあできれば回復なんて使いたくないんだけどね。まあしょうがない。よし行こう。シドのやつ、何が抜け道だ。相変わらず魔物だらけじゃないか。まあおかげでレベルは上がるんだけどね。これどっちや。ここか。ガブがまだ先。なんかいっぱいおるし。オッケー。倒すよ。オーケー。オーケー。どこにいる。あとはちょっと食らったな。ホーネット。オーケー。いいね。食らうし。空中攻撃かっこいいよな。よし、どうしたかな。ちょっと回復がまた足りなくなっちゃってるかな。ってところでポーションきたね。うわ、またこいつか。めんどくさいな。ちょっとしかも食らうし。まあ避けながらだよね。オッケー。あとこいつだけだね。ほいほいほい。あー、また間違えたボタン。もうなんかね、丸の癖がすごいついてる。
避けて、また間違えた。なんか丸の癖がすごいついてんだよね。パリしたし。また丸の癖がついてる。オッケー、オッケー、テイクダウン。どの攻撃が一番入るかよく分かんないけどね。そしてさらに上登る。ハイポーション1個使う。そしてムービー。なんか見つけた？ガブ？ガブを助けないとな。なんだ？おい、例の脱走兵だ。こいつも始末しろ。邪魔をするな。誰だと思ってんだ。まずはこいつをボコすまでだ。お前は回復役だろ。はい、クソザコ。できれば回復は使いたくないって思ってるけど。うわ、やべ、これ反撃してくるやつね。うわげい、さよなら。何？また来たか。誰だ？ちょっと強そう。え？うわ、マジか。え？いや、めちゃくちゃ来るじゃん。お、雷。これシドじゃないの？だな。何やってる？どこにいた？ガブが追われてる。何？怪我をしてる。逃げ切れないぞ。わかった。この雷に撃たれるのはどいつだ。よし。お前は竜騎士をやれ。こいつやるぞ。お前邪魔、お前邪魔だって。いや、マジか、そういう攻撃ね。うわー、強えな。
何？ここだな。なーに、そういうのがあるんだね。お、強い。よいしょ。あー違うなー。うわー、すごい速いね。ジャンプ、これは、あー速いね。まだ読み切れてない。ここだな。いやー、で、そう、それ。ジャンプはまだわかんないな。何？よし、テイクダウン奪った。よし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 。詰めるよ。ダブルジャンプ。うわー早い。パリーした。おいしょ。いやーきついね。うわー、なんか奇跡的にパリした。きつい。あー、まあ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 、一回ここでゲームオーバーだっといて、なんかこういうパターンばっかやな。で、まあこっからね、まあ一回もう見てるから、ほい、いや、まあいかんな。こうね。なんか食らっちゃうんだよな。なんか食らっちゃうよね。あー、いかん、それがあるんだ。OK。 あー、でや、それ食らっちゃうんだよね。オッケー。あー、じゃあそれ食らっちゃうって、だから覚えないと。くるくるドンの時ね。あー、その月がんのね。はいはい。今の避けないと。いや、非常に良くないですね。全然見えてない敵の攻撃が。あと硬すぎるんだよな、中ボスが。いやー、それもね、避けれるんだって。ダブルジャンプ。なんかね、無理に回避狙おうとしなくていいかもな。
なんかね、敵の攻撃見づれえな。文句しか出ない。いやでもこのターンは負けるわけにはいかないから。その月食らうね結構。もうちょっとここ無理に狙わん方がいい。これでいい。いや食らうのかそれ。いやーいかん。これはね非常に良くないですよ。このテイクダウンで結構稼ぎたい。4700ミラージュダイブ。これ走っとけいいだけ。このままじゃダジが上がん。いい加減に。お。シドが使ったね。素晴らしい。おい、しかもテイクダウンじゃん。やる。さすがシド。コマ持ってきたいな。ダブルジャンプ。ちょっとここは冷静に。オッケー、ナイス。危なかったね。結構危なかった。さあレベルアップ19。ガブは？急げ。危ないぞガブ。やられてんじゃないか？なんか死にそうガブ。飛ばせ。お、救うか。おお、来た。そしてガブは？おい、生きてる。怪我しとるからな。なんとか。なんとかなった。これでよし。まったくお前らしくもない。こんなヘマしやがって。
奴らの頓傷は漁ってたら見つかっちまってこのざまさ。だけど二人のおかげでなんとか助かった。ありがとな、本当に。で、収穫は？クライブ、例のクソ野郎の行き先が分かったぜ。ガブ、ああ、まだか。まだガブは知らないのか。ザリアへ向かってる最中だ。従者とな。この目でザンブレク兵たちとやり合ってたのを見たが、あれは間違いなく火のドミナントの力だったよ。そんなはずは。クライブ、あの時どういうわけかお前は召喚獣になった。お前がフェニックスを殺した火のドミナントかもしれん。だがお前は見たはずだ、竜巻にいたローブ姿のやつを。俺もあそこで見てる。ああ、まあだた確かにそうだもんね。やつはいたんだよ、クライブ。じゃああれは何者だ。さてね、それは分からん。分からんが、全てが明らかになってるわけでもない。きっと何か見落としてる。何を。フェニックスの祝福に誓いを立てて弟の仇を討つためだけに生きてきたんだろう。だったら自分で真実を掴んでみろ。それから死ねばいい。シド、俺礼を言うならガブに。ありがとうガブ。いやいや。ガブに感謝か。渡り鳥を見かけませんね。黒の一帯の影響が広がっているんだ。あ、こいつじゃね？急がないと。明後日にはロザリアに入ります。もう一度あの地へ。これ弟なんじゃないのかな？違うのかな？やつを止めるんだ。これ誰？これジョシュアじゃないの？ジョシュアな気するけどね。はい。あ、一回また戻ってくるってことね。そしたらあいつ、巨大な火の竜巻を出したんだ。そいつはすごいな。ああ、また俺が話を持ってると。クライブ！彼女、目が覚めたわ。ああ、そうか。名前誰だっけ。うん、言ってやれよ。さて、俺には野暮用がある。グッズ、出かけるぞ。ガブ、お前もちゃんと見てもらえよ。肩の傷が痛む。死んじまいそうだ。何なの。ちょっとな。ほら、早く行こうぜ。ジル。あ、ジルだったね。ちょっとじゃあ行きましょうか、ジルのところへ。親方にどやされる前に。いたね。本当にあなたなのね。
ジル。クライブ。生きてたのね。君も二度と会えないかと。体は大丈夫か？ええ、クライブが助けてくれたってタルヤさんから聞いた。まさか君だとは驚いたよ。なあジル、よければ話してくれないか？なぜ鉄王国に？そう、別の国に囚われちゃったんだっけ。フェニックスゲートが襲われたと聞いて間もなく鉄王国が攻めてきた。エルウィン様を失って混乱していた時よ。ロザリア軍は一方的に敗れたわ。そればかりか、奴らは女子供を連れ去って。それじゃあ君もその時に。このままおもちゃにされて死ぬんだと思った。でも鉄王国についていくらもしないうちに私は芝の力に目覚めた。何もかもが突然で。鉄王国における召喚獣の扱いは戦の道具だと聞いたことがある。ええ、その日から私はさらわれた人たちを盾に取られ、兵器として生きることを強いられた。君までドミナントに。え？クライブ、聞かせて。一体何があったの？自分もドミナント。すべて俺がやったことだ。そんな、あなたが召喚獣になってジョシュアを。現に俺は火の召喚獣に権限したんだ。そしてこの手でジョシュアを。クライブ、俺はあの日の夜、そうだ、あの男、俺に何か。何と言ってた？見つけたぞ。何をだ？クライブ、行きましょう。フェニックスゲートへ。あの日から全てが変わった。だからちゃんと知りたい。もしもあなたの言ってたことが本当だったのなら、私が一緒に受け止めるから。ジル、俺は。わかった。ならその服を着替えないとね。ここ私の部屋なの。盛り上がるならよそでやって。ああすまない。後でね、クライブ。出発する前に、すいませんね、済ませておくわ。カローンと話す。なんかもらえるんかな、また。次のベアラー保護についてだが。また何かいるようかい？ここを出る。世話になった。
死人よりはマシな面になったじゃないか。あのお嬢さんに感謝しとくんだね。どうも。ああ、そうだな。旅支度なんだろ。新しく仕入れた品でも見ておいき。あざっす。え、大地の剣か。これはやめとこうか。うん。いいかい、のたれ死ぬんじゃないよ。どうも。ガブに挨拶しておこう。なんか作れるかな。どれが欲しい。え、第一の剣プライチ作れるの。マジか。うわ、これ作っちゃおう。大事に使えよ。作って強化で、ああ縦紙足りないのか。じゃあいいや、これで。そしたらガブと話してありがとなって。なんだ、出ていくのか。ああ、ロザリアへ行くつもりだ。やることが見つかったんだな、クライブ。今のロザリアはお前がいた頃と違って随分荒れてる。困ったことがあったらマーサの宿って宿場の主人を訪ねてくれ。あの人の仲間だ。シドの名前を出せば力になってくれる。そうしよう。世話になった。ありがとうガブ。よせよ、俺は仕事をしただけさ。そんな大層な礼なんて。じゃ、元気でな、クライブ。シードのやつ、こんな時に限って出かけてやがる。戻ったらよろしく伝えてくれ。わかってるさ。ん、誰か来た。来たね。ごめんなさい、待たせて。よし、行こうか。ええ。こっからまた新たな展開になりそうやね。うん。というわけで今回はここまでにしようかな。次回この続き。このムービー終わったらにしようか。ロザリア、13年も経つのね。この風、青草の匂い、本当に久しぶりだ。一度も戻ってないの。ああ、ザンブレクのベアラー部隊では互いを監視し合う。裏切りや脱走があれば殺せるように。とても抜け出せなかった。それだけじゃない。戻るのが怖かったんだ。クライブ、でも戻った。君と一緒に。ロザリア、行こうか。おー、じゃあこっからだね。はい、望郷、次回
ここから行きます。今回ここまでです。お疲れ様でした。さよなら。え、セーブできない。この先の高台にある。まずはそこを目指そう。これでいいかな。そろそろ人も増えてくるわね。新しいクエストが発生しました。ちょっと待って。しばらくの間、俺はベアラー兵、ジルはその主ということにしよう。はい、じゃあここまでで終わります。お疲れ様でした。